ただいまより第2回熊森オンラインシンポジウムを開催いたします本日司会を務めさせていただきます工藤真奈と申します昨年大学を卒業しそれから熊森教会に勤めております本日はどうぞよろしくお願いいたします熊をシンボルに数々の環境問題に取り組む熊森教会ですが本日は全国的に開発を進んでいる 大規模ソーラーパネル、メガソーラーに関して3人の、えー、方々をお呼びしてお話をしていただきます。それでは当協会会長、室谷優子よりご挨拶です。たくさんの皆様にお集まりいただきありがとうございます。日本熊森協会の会長の室谷優子です。今日は熊森の会員の皆さんだけではなく、 メガソーラー問題に関心のある皆さん、そして全国で実際にメガソーラー問題に取り組んでいる住民の皆さん、弁護士の皆さんにもご参加をいただいています。私は日本熊森協会の会長をしながら、大阪で弁護士をしています。中学生の頃に熊と森の問題に取り組み始めて、大学生の時に日本熊森協会の立ち上げに参加をしました。 そして自然保護団体の中心にも弁護士が必要だと思うようになり、放送の資格を取りました。法律事務所の理解もあって、今は半分が自然保護団体の会長、半分が弁護士というのが私の仕事です。コロナと昨年末ちょっと出産をしたので、今はちょっと大きな移動は制限されているんですけれども、普段は野生動物と自然を守るために全国を飛び回っています。 日本熊森協会というのは、普段は熊などの大型野生動物の住む水源の森を守るために実践活動を全国の会員の皆さんとしています。日本は森林大国というふうに言われていますけれども、あの、実は、あの、豊かな森ってあまり残っていません。少しだけスライドを使います。 これ熊の住んでいるような森であの各地の水源になるような、えー、保水力豊かな森ですであの。日本森林大国というふうに言われていますけれども戦後杉檜、唐松などの拡大増林が進みまして自然の森少なくなっています。でさらに、えー、この自然杉檜の人工林ですけれどもあの手入れ不足で放置されるようになって荒れって 雨が降った時の土砂災害とか保水力の低下が問題になっています。であのこういった人工林の問題だけではなくって、最近ではわずかに残った熊生息地の森でも地球温暖化とか酸性雨の影響だと思うんですけれども、あのならがれが大発生したり、昆虫の激減が問題になっていて、あの日本の森、今急速に劣化をしているというふうに言われています。で 森、えー、心理の劣化っていうのは野生動物たちの生存も脅かしていて、2019年、2020年は山の実りの強作もかか重なったんですけれども、2年で1万2000頭を超えるクマが人里に出てきたという理由で有害駆除、すなわち捕殺をされています。この数、1万2000という数をマ がたくさんいるアメリカとかカナダの人に伝えると、桁が違うんでないかというふうにびっくりされますで。私たち普段はこういう問題に取り組んでいて、これだけで本当に日々手一杯なんですけれども、エネルギーの専門家でもないですし、私は熊森の活動もあるので、開発を止める裁判にそんなにたくさん関わっているわけではなくって、今日参加してくださっている住民の方、 弁護士の方の方がメガソーラ問題詳しいと思うんですけれども、それでもなぜ日本熊森協会がメガソーラかというと、まあ風力発電もあるんですけれども、わずかに残った豊かな自然を破壊して大規模なメガソーラや風力発電が開発、全国で至るところで起こっていて、 奥山を守る自然保護団体として、これはちょっとほっとけないなという、そういう状態になっています。で、最近、あの、東北で熊の捕殺があまりにもひどいんで、まあ、東北にも支部が必要だということで、宮城県の会員の方にお手紙を出したんですね。そうすると、えー、お電話かかってきて、 まあ宮城の山はメガソーラと風力発電でもうえらいことになってて壊滅状態で、まあ、熊を守れとかもうそんなことを言ってる場合じゃない、何を眠たいことを言ってるんだっていう、そういう声を会員の方からいただきました。で、あの、調べてみると確かに、これ Facebook に載ってたくさんの人に見ていただいたんですけれども、山の尾根を削って、あの野生動物たちの生息地に次々とメガソーラ作られており、風力発電の計画も進んでいます。 こう山の尾根を削っての巨大開発というのは水源の保全とか災害防止の観点からも心配でえそういう意味でもあの重大な問題だといいう,うに思っています自然を愛する日本熊森協会の会員もメガソーラ問題に取り組む人が実は増えていてえ会員の皆さん少しでも応援してあげたいなと思ってお話を聞いていると。 まあそこにある実態というのはですね、再生可能エネルギーという聞こえのいい言葉で利益を追求を追い求めている海外資本であったり、投資家であったりが豊かな自然の地域、自然とそして地域の人々の安全とか生活とかを食い物にしているという、そういう実態です。えー、そういう実態も今日講師の方々にお話をいただきます。 なぜわざわざメガソーラを山を削って作らないといけないのかということを詳しい人に少し話を聞くと理由は簡単。それは利益を最大限大きくする。山に作ると儲かるからです。私たちは山を買う、買って守るというナショナルトラスト運動というのもしていますが確かに今山の価値ものすごく下がってます。ただみたいに安い山が利益追求のために狙われている。 そういう構造があります。フィットの価格、メガソーラー、ー太陽光について下がりましたけれども、国は地球温暖化対策、真剣にやるというふうに言っており、メガソーラ、ー山で作ると圧倒的に安いので、そういう意味では、今後も山でのメガソーラー開発って続いていくんだろうなというふうに考えています。 えー、しかもメガソーラ開発をしている事業って利益のために事業をしているんで地元住民に十分な説明とか意見を取り入れたりということほとんどしませんそうして事業を一刻も早く、えー、進めたいということで開発に突き進んでいきますで反対運動が起こるとそれを潰そうとお金をかけて本気で反撃される場合もあって一市民にこういう問題に取り組むことは本当に大変で頑張っている方を社会として応援する仕組みも 必要だと思っています日本熊森協会は原発は止めていかなければならないと考えています。地球温暖化のことを考えると自然エネルギーの利用も進めなければいけないというふうに考えています。でもそのために本当にわずかに残る貴重な自然を破壊して地域の人々の生活を脅かさなければならないのだろうかということを強く思っています。そううじゃないいやり方というのが絶対あって 利益が少なくなったとしても、お金がかかったとしても、自然エネルギーは豊かな自然を破壊せず、地域住民のためになる形で進めるべきだ。 利益誘導中心の再生可能エネルギー政策見直すべきだというふうに考えています。これは実際にメガソーラー問題に取り組む会員を中心とした全国の方々とお話をしていて、こういう問題に取り組んでいる方々の切実な思いと重なっているというふうに感じています。もう一度言います。自然エネルギーは豊かな自然を破壊せず地域住民のためになる形で、 このような社会的な合意形成、それを支える政策を作っていかなければならない。そのためにたくさんの皆さんに、まず実態を知ってもらいたい。そういう思いで、このシンポジウムを企画しました。また、えー、仕事を知ったりだとかあの、日々忙しい中で地域の生活だったり、豊かな自然を守るために、頑張っているメガソーラ問題に声を上げている皆さんを、 応援しなければならないというふうにも思っています。みんな手弁当で頑張ってます。事業者は開発ができれば、莫大な利益を手にしますが、住民は動けば動くほど赤字です。で住民を応援する弁護士も、環境問題って、えー、お金を取る裁判ってほとんどないんですね。なので、開発を止めようと思えば、動けば動くほど弁護士も経済的には苦しい状況に追い込まれていきます。 今、熊森は実はもう熊と森の問題で手一杯で人手不足極まりなくっても日々自転車操業というのが実態なんですけれども、あの、熊森の職員としてメガソーラーの問題とか風力発電の問題に取り組みたいという若い人がいたら、そういう人現れないかなというふうに、 思ってます。もちろん熊が好きでないと熊森協会の職員は無理だと思うので、熊好きという条件があるんですけれども、全国で古軍奮闘している皆さんをつないで支援し、エネルギー政策を自然や地域と調和する形に変えていくきっかけ、 とこのシンポジウムがなるといいなというふうに思っていますそれでは、えー、講師の皆さんにバトンタッチをしたいと思います私もお話をとても楽しみにしていますどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは講演第一部長野県霧ヶ峰メガソーラー開発はなぜ止まったのかを始めます 1> 第1部、最初は法政大学で環境社会学を学び、自然保護団体に勤務、岩手県立大学准教授を経て、新州大学人文学部准教授をされております。うの常秀先生より講演をしていただきます。演題は土地問題としてのメガソーラー問題です。よろしくお願いいたします。 今ご紹介いただきました、えー、と長野県の松本市で、えー、日頃住んであの仕事をしているんですけれども、信、えー、州大学の人文学部で社会学を教えている千の、えー、恒秀と申します。えー、とあの今あの、紹介いただいたんですけれども、えー、私はあの専門環境社会学という分野で、えー、長年研究をしております、えーま。環境社会学者になろうと思って大学大学院に入りましてもう20、 2、3年、5年ぐらい経つんですけれども、えーま、現在、信州大学を拠点にして、えー、地域に根ざした形でのさまざまなその自然資源の管理、または、えー、環境エネルギー政策というのが非常に、ま、重要課題になっていますので、あ、えーま、今日の、えー、お話しする話題も含めて、ですねさまざまな形で、えー、地域に根ざした研究、フィールドワークというのを続けております。 えーま、現在あの、長野県の環境審議会の中に、地球温暖化対策専門委員,というのがあり委員会というのがありまして、えー、そこであの2050年ゼロカーボンというのをいかに達成するのかという、えー、検討に加わっていたりですとか、えーま、松本市をはじめとして、さまざまな自治体の、えー、環境政策に関わらせていただいています。 あと、えー、右下の方にちょっとロゴがあるんですけれども、信、えーま、州大学の株組織じゃないんですが、えー、長野県には、あのえー、産、官、学、民のです、ねえー、連携組織で、今年で結成されて10年になる、自然エネルギー信州ネットというのがあるんですけ団体があるんですけれども、そちらの理事も、えー、拝命をして、もう丸6年ぐらいになったりします。えー、ま自然エネルギーの非常にポジティブな側面から、えーま、問題だなっていう思われる側面まで、 様々な形で現地を見てきてきおりますでは、30分ぐらいいただきまして、私の方からお話をしていきたいと思うんですが、えー、とスライドを15枚ほどあの使ってお話をします。でちょっと事務局の設定の方で、あで、参加者の皆様には、この、えー、っと Zoom のチャット機能では、添付ファイルがつけられないようなので、 必要な方はすみません、後ほど事務局に問い合わせをいただければ、私のこのスライドはですね、15枚分のスライドは皆様にご提供します、参考資料として保存、使っていただければと思っています。もちろん、どこかで話をするときには、私のスライドから引っ張ってきたとかっていうことを書いてほしいんですけれども、それはお願いします、はい。早速なんですけれども、まずですね、気候変動 ということで、今、あの地球規模の課題になっていますけれども、えー、太陽光発電がなぜこの広げなければいけないのか、広がっているのかというところを少しあの解説したいと思うんですが、えーまあ、これ、もう皆さん、あの環境問題にあの精通されていらっしゃる方々ですので、ご承知かと思いますけれども、私があの、えー、2018年、もう3年前になるんですけれども、長野県の上田市というところで、 1000、えー、人の皆さんを、住民の皆さんをですね対象に、まあ、くじ引きのような形でアンケート調査の対象者を選ばせていただいて、エネルギーに関する意識調査というのをしました。幸いにあの63%の方にお答えいただいたんですが、えー、3年前、2018年の時点でもう気候変動や温暖化の影響を実感するのは、もうすでに実感してるよという方が86%。 2019年には台風19号の豪雨災害があったりですとか、えー、まあその後、長野県知事が気候非常事態宣言を全国で初めて、えー、知事としてですね、行ったりしていますので、えー、この危機感というのは非常に長野県でも高まっているんじゃないかと思っております。まあ、もちろん日本全国でもそうなんですけれども、でまあ、私のように地域を見ていますと、例えば、あのえー、諏訪湖ですね、えー、今日の霧ヶ峰の 話題になるので、できるだけ諏訪地域の話をと思いまして、えー、諏訪湖では毎年あの、えー氷、諏訪湖の氷が張って、それがせり上がるお見渡りというのがあると、ですね非常にめでたい出来事だという形で、もう何百年もずっとあの観測化されているんですけれども、えー、昨年も、えー、今,今年もですね、えー、現れなかったということになります。 または日あの,今日あの私の次にお話しくださる、えー、柴田さんお住まいの茅野市では、えーまあ、寒天の製造が盛んなんですが寒天の製造というのはもともと海の天草をなんで内陸まで持ってくるのかというとこの冬、非常に冷えるけれど、えー、雪はあんまり降らないというそういう内陸性の気候が合っているからなんですよね。でところがあの温暖化によってあの寒天が凍らないということが起こったりもしております。 えというような形で、具体的に私たちの生活の身近間近にもです、ねえー、気候変動が迫っているということです。それで私はあの原子力から再生可能エネルギーまで、えー、まあ基本的にはさまざまな分野のエネルギーの政策、研究しているんですけれども、まあ、エネルギー転換の明らかな方向性というのは4点にも集約される、これは世界でも共通だというふうに思います。 1え一つは徹底的な省エネということで、まあ、住環境、職場環境からえ運輸に至るまでですね、え徹底的な省エネを図るということ、2つ目はあの温室効果ガスの排出をゼロに近づけるという必要がありますので、化石燃料の使用というのを極限まで減らしていく必要があるということです。 でさらにあの、日本では、えー、福島原発事故を経験しましたので、この処分できない放射性廃棄物というのをこれ以上生み出さないという観点からは、脱原発を進めていくということはあの必須かなと思っておりますで。そうした中で、じゃあどうするんだというふうになってきますと、もう世界でも日本でもそうなんですが、やはり自然エネルギーを増やしていくしかないということが迫られているわけです。で2010年代の10年間は何が起こったかというと、えー、これ、資源エネルギー庁のホームページから、 えー、2010年と2019年の電力に占める電源ごとの比率というのを示したグラフをちょっとお借りしたんですけれども、2010年には原子力が大体4分の1だったわけです。で2019年には、えー、原子力はもう6%、昨年はもうちょっと減りましたね、5%台になったと思うんですけれども、でまあ、相変わらず石炭と天然ガス、そして石油という割合が多いわけなんですけれども、これを再生可能エネルギーに置き換えていく必要があるということです。 今再生可能エネルギーと自然エネルギー、ちょっと分かりにくいんですが、あのここからは自然エネルギーという言葉であの使っていきたいと思うんですけれども、まあ、今現状、ですね、えー、私の友人たちもあのたくさん勤務している環境エネルギー政策研究所の統計によれば、ですね4月に発表された統計によれば、まあ、大体20%ぐらいというのが、えー、自然エネルギーで賄われていると。 いうことですで中でもあの、えー、太陽光はオレンジ色で示されていると思うんですけれども、えー、水力発電が水色ですかね、えー、風力、なかなか伸びてないんですけれども、まあ、これはあの建設に時間がかかるということですで。逆に太陽光は建設にそれほど時間がかからないので、えー、この10年間の間にまあ爆発的に普及したものの一つです。 で世界でも、えー、太陽光と風力というのが自然エネルギーを考えていく上では、やはり基本になっているというのが世界の数勢かと思っています。はいまあ、当然、その立地条件ですとか、えー、立地の際の手続きですね、まあ、日本よりも世界各国の方うが、まあまあ、特にヨーロッパ各国の方が、立地の手続きは厳格に定められています。 まあこういうふうに太陽光発電というのは、えー、適切な場所で増やしていかなければいけないわけなんですけれども、ところがですね、この社会、メガソーラーというのが社会問題化しているというのが、えー、後を絶たなくなってきておりますで。ちょっとレーザーポインターみたいな形でやらせてもらうと、試みにあの朝日新聞でメガソーラーという こ言葉がですね、記事の中でいつごろ使われて、いつ多かったのかということを、私のほうであのデータベース使ってプロットしてみました。2005年にはあるんですよね、結構古いなと思ったんですけど、2005年ぐらいからじわじわと出てきてですね、2012年の固定価格買い取り制度のときには、年間で500件ぐらい、地方紙版を含めて、朝日新聞では記事になっているということです。 でまあ、これはあの、まあ、メガソーラーが珍しかったとっいうことだと思うんですよね、えー。方々で建設が始まったということが記事になったんだろうと思います。でまあ、新聞というのは世の中の関心が当たり前の存在になっていくと記事として出るのは減るということで、2017年ぐらいまでは、えー、だん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 あの当初の1割ぐらいまで、えー、減っていったわけなんですけれども、2018年になってまたガクッと増えて、 でまたちょっと減ってはきてるんですが、この2018年の記事というのは、一体どんな記事があったんだろうかということを、あの大体140件ぐらいあるんですけれども、あの調べましたで。そうしたところ、まあ、今、7点ほど列挙しましたけれども、えこの中には今日焦点になっている、話題になっている霧ガミの問題もありますけれども、やっぱりメガソーラーが各地で反対運動や、計画に疑問を呈されているという記事の内容が非常に多くて。 私がざっと読んだ限り、すべての記事読みましたが、ざっと読んだ限りでは147件中の90件ぐらい、だいたい6割ぐらいというのがメガソーラーの問題というのを、えー、記事にしている内容でした。で、私が暮らす長野県でもそれは例外ではありませんで、えー、まあメガソーラーっていうとあの基本的には1000キロワット以上のものをメガソーラーと呼ぶんですが。 で私があの長年研究していると、まあ、1メガワットとかです、ね、2メガワットとか、えー、特効につながらないぐらいのレベルというのは、まあ、あの大きいなっていうふうに10年、7、8年前には思い始めていました。ですが、最近はもう、私、メガメガソーラーって呼んでるんですけれども、あの何十メガという、場合によっては100メガ単位のメガソーラーというのが出てきています。 ででまあ、これは長野県上田市の反対運動の看板の事例なんですけれども、まあ、ここは未だに建設されてないと私はあの承知しているので、で、えー、すが、ご紹介すると、まあ、メガソラ建設断固反対ということで、あの自治会が看板を立てていたりとか、で長野県ですと、まあ、これよく笑い話にするんですが、これより先、多地区のもの、立ち入りを禁ずって看板があるときに、大体、あここはきのこ山なのかなとかですね、山菜山なのかなとかっていうふうに思うわけです。 でところが、裏を見てみると、えー、この自治会のメガソーラー対策特別委員会というのが、他、えー、地区のもの立ち入りを禁ずというような形で看板を立てていたりとおかなり、ここは切羽詰まった運動が展開されたんだなというふうに、えー、思わせます。で県内の,あのいわゆる、えー、ちょっと私の造語ですみません、メガメガソーラーですけれども、えー、例えばあの、佐久保町というところでは2つ、計100名があったんですが、えー、とこれは、あの 中止になった事,例事案もあります、えー、富士見町の方では、えー、24メガのメガソーラーが結局撤退ということになったということもお聞きしています、えー、多いのはまあゴルフ場の跡地ですね、えー、ゴルフ場の跡地や牧場という形でまあ、こういったところは開発しやすいので、えー、もうすでに稼働しているというところもありますそして須賀市で、えー、今日ご紹介する事案というのが、えー、あったということになります でちょっと具体の事例に入る前にもう少しだけ、えー、このエネルギー転換をにの鍵を握るのは、まあ、太陽光発電と、えーまあ、世界的には風力発電なんですけれども特にこの太陽光がなぜ社会問題になるのかということについて私なりにちょっと見方を整理しておきたいと思うんですがこの固定価格買取制度というのが先ほどあの室谷会長さんのお話もあった通り太陽光発電のまあビジネスを非常に拡大したものになっていくいるわけです。 でこの固定価格買取制度、フィットというふうに呼びますけれども、このフィットというのは、世界であの大量導入に成功しているあの事例、あの政策なんですね。で、それを日本も、あのまあ、各国よりも約10年ぐらい遅れて導入を始めたわけなんですけれども、何のために必要なのかというと、大量導入を進めたいときに、導入コストを下げるために大量に導入して価格を下げようと。 いうのが、えー、この固定価格、階級制度フィットの目的です。で、右の図を見ていただきますと、太陽光パネルのコストというのは、あのこの7、8年の間にも順調に下がってきております。1万円あたりの単価がですね。で、これは大量に導入されているからです。ただ、世界ではもっとコスト下がっているので、あのもうちょっと下がってもいいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ここはちょっと日本の謎ということで、あの一旦ちょっと脇に置きます。 一方で、ビジネスの過熱化というのを、この8年間、えー、9年間ですか、2012年以来ですので、約10年の間、適切に制御してこなかったというところの付けが、今、各地でメガソーラー問題として出てきております。えー、一,つの要一つ目の要因は、あの代表的なものを3つ挙げますが、一つ目の要因は、竣、ま、工、あ、時、つまり太陽光発電所ができたときに、えー、売電価格というのを決めればいいのですが、 計画の認定時に買取価格が決まった、えー、買取価格が決まる仕組みで発足しましたので、これ、認定を受けてから、パネルが安くなるまで下がる下がるまで待つという事業者が続出をしたわけですよね。その続出をした結果、さまざ、あ、まな後追いの規制を国もかけていったわけなんですけれども、おそらく今、各地で問題になっているのは、 2012年度とか2013年度、2014年度、この3年間の間に比較的高い買い取り価格で、えー、今になってみると非常にあの利率がいい、えー儲けが、儲けの多い、なぜかとパネルが安くなっているからです。当時、パネルを買うわけではありませんので、今になって調達して、えー、開発を焦っているという事業者が出てきているので、あの乱暴な事例も散見されるのかなというふうに思っております。 二つ目の要因は、寝室の対象となる土地に十分な利用規制がそもそもないということです。例えばこれは林地、草地、えー、ゴルフ場や住宅地。先ほど会長さんの、えー、とご紹介で出た宮城県の,、えー、あの尾根沿いのメガソーラーですが、あそこちょっと私よくわからないんですけれども、もともとの土地の利用はどうだったんでしょうか。もしかするとあの山陸なので牧場に使われていたりとかいう可能性も。 あるのかなとも思いますけども、あとでちょっと分かれば教えてください。で、霧ガミネもあのそういったあの十分な利用規制がないという、身内に、えー、立地が計画された事例になります。から3つ目は、本当ならば、太陽光発電も含めて再生可能エネルギーというのは、小規模分散型というのが特徴なんです。ですので、えー、小規模なものほどたくさん,大量、えー、たくさん導入したい、えー、そして分散型の えー、つまり、1、えー、箇所が壊れても、他のところで発電が可能で、えー、十分賄えるというような形でのリスク分散をしたいというのが、えー、再生可能エネルギーの一つの利点なんですね。えー、原子力発電とか石油化、えー、原子力発電所とか火力発電に比べれば、そこの利点は非常にあるわけです。でところが、この日本のフィットというのは、えーま、特に当初なんですけれども、規模にかかわらず単一の買い取り価格だったので、 いわゆる経済学でいうところの規模の経済、つまり大量に生産すればするほど効率が上がるというところの罠に引っかかって、この構造を助長していったということで、どん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 パネルを敷き詰めることがビジネス上得だということを助長してしまったということがあります。でまとととめると小規模分散型そして地域主導のの特性というのを生かせずに 大規模集中地域置き去りになってしまったというのが現状で、でそれどころか問題化したところでは、さまざまな形で住民の方々の不安負担になったりとか、あるいは、えー、まとまりの良かった地域の内部分裂を生んだりとかという形で、地域の分断を煽りかねないものとして、今、問題が現れているところがどんどん増えているように思われます。 さて、えーと、ちょっと前置き長くなったんですけれども、この霧ヶ峰におけるシガソーラ事業の経緯と帰結ということで、えー、対象となるのは、ちょっと下の牧場からあの昨年の秋に撮った写真なんですが、おおむねあの霧ヶ峰の上の方はあは草地になってるんですけれども、えー、対象となったのは、あの主にカラマツの林が広がっている植林地になります。 であの後で,で柴田さんがあのこの地元での運動の経緯については詳しくお話しされると思いますので、私からはあの事実経過は多少端折りながら、えー、行きたいと思いますけれども、そもそもは2014年の3月に、ですね、えーまあ、あの最後まで事業主体であった B 社とは別の A 社というのが、えー、進出してきたというのが、そもそもの発足、えー、きっかけだというふうに聞いております。 資源エネルギー庁の公表情報では、2012年度の価格ですから、40円プラス税ですね。これであのフィットの事業認定を受けました。でその後、えっと、1年後ぐらいの新聞記事では、えー、A 社から B 社に変わりましたというふうにありましたので、1年の間に、まあ、事業主体が変わったんだろうと思います。で地元の組合のですね、えー、土地を所有している地元の組合員の方は、新聞の取材にこう答えているんですね。いや、長年使い道がなくて困っていた場所で、 自然エネルギーに活用してもらえるんだったらありがたいというふうに述べていらっしゃいますで。この当時ですね、2014年に事業が表面化した当時は、環境影響評価の県の条例の対象にはなってなかったんですけれども、2015年に県のアセス条例が改正されて、ある一定の面積以上の太陽光発電所というのは、メガソーラーはアセスの対象にするというふうになって、 でこの B 社の事業というのが第1号事例になったわけです。で、アセス方法書を提出して審議をして、約半年ぐらいの間です。で、その後3年ほどかかりましたが、準備書というのが準備されて、審議をされました。で、この準備書を見ますと、この地権者である組合がです、ね、以前、牧草地として活用していたけれども、その需要が低減していく中で、植林が行われて元凶に至っていると。 一方で、組合員の高齢化によって、山林の維持管理が以前にも増して難しくなってきているということが、あの事業を、えーまあ、始めるに至った、えー、背景として、えー、記述をされています。で、実はこの土地はあの、えー、私の父親の出身の集落の組合が管理をしている土地でして。 ま、えー、かり間違うとですね、まかり間違うとというかあの、私は東京まで東京育ちなんですけど、あの私の父親がずっとあの中学卒業して高校で東京に出ずにですね、あの地元に残っていれば、えー、私のような人間があのその後、あの受け継いでいた可能性がある土地なんですよね。はい、なので、ちょっと見てみるふりはでき,なできませんで。 あの親父がですね、まあ、親父亡くなったんですけど、10年前に、亡くなった親父がですね、あの草っらで小さい頃、よく握り飯、腹巻きに入れて遊んだんだっていう話をあのよく生前聞いていました。あそこなのかというのが、えー、私の第一印象ですで。小さい頃から田舎に帰っていたので、よくですね、えー、あの知らない土地ではなかったというところが、私がまあ研究者として、えー、この問題に関わろうというふうに思った経緯の中の,あの一つにもなっています。 であのその後、まあ、4年ぐらいですかね、あの反対運動からがあの柴田さんたちが始めていただいて、えー、ちょっとポイントだけあのかいつまんでお話をいたしますとあの、これからお話しされる柴田さんがあの中心となって、えー、米沢北大塩という茅野市側で反対運動す進むわけなんですけれども、まあ、同時に、あの 私もあの参加しましたが、長野県の上田市の方で、えー、このソーラー開発問題と市民・地域エネルギーを考える公共公開勉強会というのが、FOE ジャパンのサポートで開かれたりとかですね、これで、まあ、この当時にはあの長野県全域であの、さっき示したようなメガメガソーラーというのが、かなり市民の間で、えー、問題視されるようになってきていました。で、あの私が今日話すような内容も含めて、あの共有をしていってですね、 どうやって問題に向き合っていったらいいんだろうということをあの皆さんがあの一緒に考えるに至ってきたということです。で、えー、まあ、私もあの知能の勉強会に参加させていただいたりもいたしました。で、2年ほど経ってあのま書、あ、面を書面をたくさん集めたり要望書を繰り返していくわけなんですけれども、えー、メガソーラー問題全国シンポジウムという非常に大きな集まりがあったりですとか。 でえー、2019年の6月にはアセスの準備書が事業者から出るわけなんですけれども、まあ、県の技術委員会から非常に厳しい指摘というのが相次いで、えー、県もです、ねえー、この事業が本当に環境を損なわない形で行われるのかということを冷静に、あのかつ沈着にというか、あの緻密にあの検証をしてくださったという経緯があります。でアセスのの準備書には人があの意見を出しまして、えー、まて、あ、その後あの 諏訪にこの動きが波及をして、えー、諏訪ではシンポジウムが開かれたりとか、地元のメディアも協力的になってきて、あの霧の先にというあの連載記事を出していただいて、えー、トップバッターのインタビューが私、そして翌日の2番目のインタビューがあの次にお話しする柴田さんという形で、えー、論点をさまざま提示してくださったわけですで、えー。昨年の6月になりますけれども、事業者が事業中止を発表したというのが、えー、事実経過になります。 で、えー、ちょっと特筆しておきたいのは、この長野県の環境影響評価条例に基づく環境アセスメント手続きの中で、何が問題になったのかということです。で特に準備書の過程では、かなり批判的なというか、ですねあの部会まで作って、専門のテーマの部会まで作って、えー、水の挙動に対して、どのような影響をこの臨地開発が。あの ここの事業が与えるんだだろううかということいいを検証ししていたたきましたでその結果、あのやはりこの環境アセスをしてもです、ね、この計画の妥当性というのはそもそも検証できるような資料が整備されていないですとかあの資料の中で客観性を保ったあの、えー、引用さまざま資料の取り扱いがなされていないんじゃないかとかですね。 えーま、事業者側がこの環境影響評価を、えーま、ややその甘く見ていたかなというようなところも、えー、あるんじゃなかろうかというのがあって、ま、これは非常に大きな、えー、大きなというのは環境影響評価の手続きに時間がかかった、えー、経緯をあの左右した。 出来事であったかと思いますですので、まあ、地元の住民の方々がまあ毎回の,あの技術委員会を傍聴されに行ってです、ね、あのそこの熱意は本当にすごいなというふうに思っておりました。私は技術委員ではないので、外から見ていただけなんですけれども、あの地元の方々と専門家の方々というのが、えー、長野県という同じあの地元の場の中で,です、ね、さまざまにこの問題をあのどう見ていったらいいのかということで、役割を果たしていったのかなと思っております。 さて、あと5分ぐらいなので、えーっとまあ、そもそもでこの土地がどういう来歴、歴史を持っているのかということもあのしっかり確認をした上で、なぜその地域のじ、えー、地元のです、ねえー、地元、須橋側の集落の牧屋の 僕や農業協同組合というのが、このメガソーラー事業に自分たちの土地を提供するという判断をしたのか、まあ、せざるを得なかったのかということを、えー、少し解説をさせていただきたいと思います。でなぜかというと、えー、メガソーラーが問題ではなくて、私はこうした社会的共通資本って私,の私たちの中では呼ぶんですけれども、あの 誰にも恩恵を与えている、えー、山林、自然環境というものがを地元の管理者というのは手放さ,ずろさざるを得ない状況を作っ,ていった作っていった問題構造というのが何より根本的だというふうに思っているからです。 でちょっと地理位置位置関係が今日長野県外からの方が多いと思いますので、全国から集まってらっしゃるので、えー、と諏訪湖という湖があります。えー、ここからはあの静岡の浜松の方まで天竜川という川が流れておりまして、えー、この諏訪湖というのは天竜川の源流になります。でえー、ちょっとした位置関係で言いますと、えー、メガソーラの予定地はこの辺りでした、大体。でえー、諏訪市の志賀地区という地元の集落ですね。 からあのこの山を江戸に江戸時代から関わっていたという点では、もう一つ地元なんですが、あの柴田さんがお住まいの茅野市米沢地区というのがここになります。でえー、私の父親はここの出身です。大体いいこの辺にあの古い家があったんですけれども、はい、でこの間にあのややこしいことにです、ね、諏訪市と茅野市の境です、ね、えー、市町村橋というのがありまして、行政会があります。でこの行政会をまたいで、 えー、このメガソロの予定地から横川川という川が、茅野市側に向けて流れているというのが、えー、この水環境というのが本当に守られるのかということを、えー、千野の皆さんが、えー、懸念した。でまあ、一方で、あのもうちょっと解説すると、この霧神根からはあの諏訪湖の方面にです、ねえーっと、新田次郎という作家がいましたけれども、彼が出身の角間神殿の方に湧水が流れていて、 その湧水を使ってさまざまな産業が起こされている、特にあのお酒造りも、えー、含めてですね、えー、もんですから、諏訪市側の皆さんにもその水環境は大丈夫なんだろうかと、えー、森林伐採をしてです、ね、そういった懸念は、まあ、あったわけです。その現代における水の問題だけではありませんで、実はこの、えー、霧ヶ峰の中腹というのは、あのま、だいたい1350ヘクタールぐらいのまとまりなんですけれども、 古くから古くからというのはあの、私が知る限り江戸時代からです。でえー、江戸時代から住民の皆さんに、えー、利用されてきた、利用というのは薪を取ったり、あるいは、えー、と畑に田んぼに突き込む草を取ったりという形で利用されてきた共有地だったわけなんですね。で、えーまあ、有名な霧ヶ峰の,の草原の環境というのは、だいたい6000年ぐらい前から。あの あるんじゃないかっていうことが専門家によって分析されているんですけれども当時からまあ人が関わっていた人の関わりの中で作られてきた自然であるということが言えますでこのふもとの集落ですね麓の集落がまあ一体的に管理をしながら他の集落も含めて入り合いをしていたというのがこの土地の来歴なんですけれども えー、戦後の農地開放という動きがあって、その中で非常に複雑にあの各集落に分割されていくことになります。ちょっともう時間の都合であの詳しい経緯は省きますけれども、さまざまな形で、えー、全部で8つの、えー、組合というのが作られて今、組合というからには民有地なんですけれども、えー、民有地という形で分割をされていく。のの計画地というのは えー、丸2と丸4のこの集、この境界線あたりの約200ヘクタールということになっていきます。で、この分割開放された後民有地になって、えー、各地元の組合があの、えー、管理をしていくわけなんですけれども、まあ、あの観光利用したりとか、またはあの森林植林をしたりという、いろんな動きがありました。 で植林、えーまあ、をしていったりするわけなんですけれども、やっぱり林業がなかなか戦後、あのうまく経営できない中で、えー、土地がどんどん切り売りをされていくということになって、えー、いくわけですで。特にこのメガソーラーの予定地になったところというのは、えー、近くはですね、えー、虫食いになっていったようなところがあります。 でえー、この地域というのは、もともとさっき私が祭層、草を取ったりとか、薪を取ったりという形で、えー、自然を活用していた。でところがそれが、まあ、大正時代、昭和時代になってくると、えー、八ヶ岳から一連のです、ね、山岳、その観光地開発というのが進んでいくわけです。でそういう中で、まあ、諏訪だけではなくて、茅野とか、隣の原村とか、そういったところもあの同じように、えー、地元の集落か、 持ってい土地を持っていると、でその地元の集落を持っている財産区のようなところがあの森林経営するわけなんだけれども、なかなかやっぱりうまくいかなくて、えーまあ、大規模資本が来るんであればということで、昭和30年代、40年代から、えー、別荘地開発に協力したりということを、まあ、続けてきたわけなんですね。でそういうい中であのこのこ、えー メガソーラーの事業にですね、えー、譲り渡そうと意思決定した僕や農協というのは、あの実は1970年代にも同じような、この新聞記事出しましたけれども、同じような開発、同じようなというのは別荘開発です。別荘開発を計画して、えー、ただうまくいかなくて。 90年代にも、えーまあ、リゾート開発の、えー、事業者がやってきたんだけれども、なかなかうまくいかなくてという形で、70年代、90年代、そして2010年代というふうに、えー、都合3回、えー、誰かに、えー、開発業者に土地を売り渡し、しそうとして、えー、それがうまくいかないという危険を、まあ、生んでいるわけです。でそもそもその、じゃあ,あの、土地を管理してきた人たちが悪いんじゃないかということではなく、 山輪所有者をこうした問題状況に置き続けてきたのは誰なのかということが、やっぱり問われなければいけないんじゃないかと、えー、私は思わざるを得ないわけなんですね。というのは、あの先んじて60年代、70年代にあの財産区の土地を、えーまあ、開発業者に貸したりとか、えー、売ったりということをしてきたところでは、やっぱり同じように、ですからまつ材が不審となったので、山林経営に見切りをつけたとか、あの 養蚕はダメで米は減誕で山林経営は手不足で収入もなくって八方塞がりを打開するには山を貸すしかないんじゃないかっていう形で、えー、やられてきたんですねつまり4 5 0年前に他地区の方々が感じてきた課題をそっくりそのままいまだにあの受け継いでいる。 それが、ね、その2010年代に、えー、太陽光発電の大量導入という波に乗って、事業者がやってきて、メガソーラーに、えー、メガソーラーラ問題に関わるようになったということになっています。まあ、ですのであの、メガソーラー問題を皆さんに考えていただきたいんですが、その根っこには、私の少なくとも私の見方では、この土地の問題があると。 でこの土地の歴史と社会的共通資本としての山林というのを管理している人々の経験に伴走しなければ、この問題は根本から解決しないんじゃないかという見方を皆さんに提示したいと思っています。えー、下に写した写真は、昨年の8月に私があの同席させて参加させていただいたこの地区の皆さんの境界確認の作業です。えー、皆さんんボランティアででほとんど手弁当で、えー、未だに 先祖から受け継いだ土地の境界線を確認して、自分たちで標識を立てるというようなことを、丸1日かけて山に登ってです、ね、行っているわけです。この負担をずっとしてきた方々というのがいるということ、それに社会が応えてきたんだろうかということが、まあ、社会学の私からすると問わざるを得ないかなというふうに思っています。最後ですちなみに えー、諏訪では、ですねやっぱりこういったこの地域の歴史にしっかり向き合わなければいけない、森を守っている方々がしっかりいるんだということに気づきまして、まあ、諏訪でも茅野でもそうなんですけれども、特にあの諏訪でこのシガソーラの反対運動で非常に大きな役割を果たしたのは、あの酒蔵のおかみさんをリーダーとする女性たちの小さな勉強会というサークルだったんですね。で、この方々の焦点というのは、今、目下、えー、森を守るために自分たちができること。 に、あの、移ってきておりまして、あの、地権者の方々とも、あの、交流しながら、え、今後の森づくりを。どうしていくのかということが、目下の課題になっております。はい、以上です。少し長くなりまして、すいませんでした。三分ぐらい長くなってしまったと思いますが。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、霧ヶ峰メガソーラー。計画中止を求めた活動をされておりました。長野県米沢地区。 ソーラー対策協議会会長柴田豊様にご講演いただきます演題は突然あら訪れた開発計画から突然の事業廃止まで計画中止を求めた活動ですよろしくお願いいたしますと今ご紹介いただきました演座地区ソーラー対策協議会の会長をやっております柴田と申しますよろしくお願いします 今回あのこのオンラインシンポジウムにですねあのお,誘いあのお誘いをいただきましてあのどういったことをお話しすればいいのかなというふうにいろいろ考えてまいりましたけれども、まあ、私たちが今まで大策協議会あるいは皆さんと一緒にです、ね、活動してきた内容を主にですね、えー、説明させていただきたいと思います。まあ、先ほど信州大学の千野先生なんかともですね えー、当初から最初の方からですね、いろいろあのご教授をいただきながら活動してきたま経過をですね説明していきたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、とあのこの地形がですね、あの先ほどもちょっとうちの先生がもおっしゃってましたけれども、霧ヶ峰の下の国定公園下のですね開発地のちょっとあのスケッチなんですけれども。 こういったような状況の環境のところに計画地として、えー、があの想定されました。でまあ私たちのがやってきたことがですねあのこの計画があの私たちの中で出てきたのがですね2014年のこのまあこれ新聞記事なんですけれども。 新聞記事によってですね、あこういう計画が自分たちの山の、あの、住んでいる山の上にあるんだっていうことが初めて知った状況です。まだこの時点では、あの、地区としての動きとか、あの、大勢での動きっていうのは全くありませんでした。そこからですね、この、この計画が出た時に、私たちの、米沢地区の中ではですね、 まあ、特に女性の人3人ほどがですねこういった計画があるけども地区としてどういった対応が取れるんだろうというような動きがですね初めて出てきたところです。でその全体計画というのがこういう計画でございます。先ほどの先生の話にもありましたようにこれ霧ヶ峰この上が霧ヶ峰国定公園の霧ヶ峰ですで。この一帯がその計画地 計画予定地ですね、えー、幅が約1キロ、長さでいきますと約2キロ、この約200ヘクタールという広大なところにソ、えーラーの計画ができましたであのー、ここに一つこの横川川というのがありますこれをちょっとあの、あのー、ちょっと記憶しておいていただきたいと思います。 でこのメガソーラーというのが、ねまあ、東京の業者が計画したんですけども約96.5ヘクタール、約東京ドーム40個分で、えー、森林面積7万ヘクタールぐらいのところにですね、ソーラーパネルの枚数で約31万枚というパネル枚数の計画です。この31万枚という 枚数を言われてもです、ね、これがどのぐらいになるのかというのが全くわからないですね、あの例えばあの住宅の家に乗っかっている枚数から比較してもです、ね、これがどのぐらいの面積でどのぐらいを占めるのかというのは全くわからないということだと思います、でまたあのこの計画は当時としては国内のメガソーラーとしては最本当に最大級のものでした。 でこの計画でいきますとこのここが計画地ででここに横川川というのが流れていて私が住んでるのはこの米沢北大将というこのところですこれはまあここに大清水というところがありますけどもこれが一つの,あの私たちにとっては生活にとっては非常に問題というかですね 大きな役割を果たしている水源なんです。大清水水源と言います。で、あともう一つ、諏訪の方では、あのこの南沢水源というこの、ここはですね、諏訪のやはり酒蔵の事業者の方たちが、あの水あのお酒の,酒の水として使っている重要な、やっぱり湧水です。で、ここのところをやはり一つは、これを守りたいと。 いうのが一つ大きい大きなものがありました。で、これがあの諏訪湖です。で、これが計画地にの中に置かれるですね。あのパネルのあの配置図です。このこのちょっとあの灰色の部分はこれパネルの置くところです。で、ここに調整池というのが3箇所設けられていくような計画で。 ですから全体の中でですね、これあの、このパネルの配置から見てですね、本当にこの山が本当に大丈夫なのかっていうところが一つやっぱり大きな疑問でございます。で、このパネル、この計画地の中というのは、ほとんどがこのような湿地の部分です。ですから、あの、平らなとこっていうのはほぼないです。ですから山の中ですので、 山が木があって谷があって、えー、そういうようなところでずっと計画されていたところです。で心配事としてはですね先ほどの横川川がですねやはりこう氾濫をした時期もありましてこういうようなこれ地元のところの私が住んでるところなんですけどもこういうようなその川の氾濫があったり、えー、やはり災害が ありましたそしてもう一つはこの水源の飲料水への影響ですねやっぱり大清水水源とか諏訪の方の南の水源これあの大清水水源はですね千の市の人口が約5万3千ぐらいなんですけれどもーそれの25%の水源の水源が元なんですけれどもね水源になっている大清水というところの湧水なんです。ですからここにやはり影響がある のが一番私としては嫌だなというところから入ってますけれどもおまあ生まれてからずっとここに住んでる人たちはずっとこの大清水の水を飲,み飲んでずっと生活をしているでまた、あのー、諏訪の方の酒蔵の人たちはやはりこの伏流水を使ってやはりお酒を作っているというようなことでやはりこの水源にある問題っていうのが一番大きな問題だったと思います。 でまたそれによって開発によっての生態系の影響これはまあどこのどこでも今問題になっておりますけどもおその水源であるところではですねあの横川川の上ではやはり原種のアマゴとかですねこういったのもの住んでいるあるいは気象生物も住んでいるそういうようなところですまたこういったあの植物もあります。 ソーラーを作られることによってですね、こういったようなことがあの災害が起きたりパネルの問題だとかですね、景観の破壊だとかですね、こういったことが起きますしまたこれはあのパネルが燃えてるあの絵ですけども、まあ、こういったことも起こるとで、またじゃあその後ですねあのパネルの処分はどうするんだとかあのここにあるあの 生活地の隣接地にはですね。昔、その大量の廃棄物が廃棄されてありとかですね。そういったようなこともある場所です。ですから、あの本当にあそこがあの開発地として適地なのかということをですね。十分にやはりやっていかないと問題が出たと思いますしで、またあの地区の住民から見た点ではですね。あの、土石流とか調整池の問題あるいは？ 湧水,水とか農業水利とか湿地の保護とかですねやっぱりこういったようなことが非常に住民としては問題になりましたし大策協議会としてもですねまあこういったことが本当に大丈夫担保されるのかということがやはり活動の中心となっていきました。であの土石流災害にししてもででですねこここうういったたようなことがあありましたのでそこでじゃあ 計画の中でですね、調整池が本当に必要になるのはなるんですけども、この調整池が本当に十分それを機能するのかという問題もありましたし、えー、今まであった災害というのがこういったような状況で、これがまあもう私が住んでいる北大潮区の中ですけども、まあ、横川川です。で、こういったような災害が出てます。で、これが問題になりました調整池なんですけれども、 お気が200メートル、高さが13メートルの中に、本当に簡易的な森土でこういったような調整器を作ると。いうようなことが出てきましたけれども、これで本当に山の中なんで、平らなところならまだしもですね、山の傾斜地の中に、この広いものを作って、それが本当に、えー、安全性が担保されるかということが非常に大きな問題。 なりましたでこれの説明もですねこれはあの事業者が出してきた他のところのこれイメージなんですけどもこんな平らなとこっていうのはないんで計画書の中にはだからそういうことに対しても非常にやはり説明不足もありましたし、えー、いろんな問題点はいろいろありましたでまたこういった湧水が現在大清水水源の中です。 本当にこういったところでですねあの夏も冬も水温は変わらない、えー、全くそういった環境の中でずっと昔からああの流れている湧水です。で大清水,水源があって、えー、これが開発地でここからあの水が来ているという流れこれはもう本当に信州大学の小坂先生なんかがよしこういったもう地形図を出していただいてですね いいいいろんな方面からあのご支援をいただいていますですからあの業者が事業者が出してくる計画に対してです、ね、それを検証するということがきちんとされてないもんですからこういったもうあの専門家の先生がやっている研究の検証に対して十分に反論ができなかったというようなところも多々ありました。でこれがあの北のの今の米沢地区 のあの絵なんですけれども、ここは本当にヨネザーマイというあのブランド米を生産している田園地帯です。で我々の協会の活動の中ではですね、まあいろんなことをやらしてもらってきてますけれども、やはりあの一つはヨネザーチクはそのごくあるんですけど、その僕が一つにまとまってヨネザーチクソーラー大祭協議会という。 一つになったというところが一番私としては、あの、ありがたかったし、大きな力になったというふうに思っております。でその中でやってきたのが署名活動とか、いろんなあ要望書提出とかですね、そういったこともやりましたし、地区の皆さん、あるいは千の市、諏訪市の皆さんには、こういった協議会だよりっていうのも、あの、ずっと一から発行してまして、 えこういったものをですね区、あのー、民の皆さんあるいはあ諏訪市茅野市の市議の皆さんにもですね配布しながらあこういう問題をおきちんと検証してあるいはあ議会の中でもお取り上げてくださいというようなことを訴えてきました。で活動の内容としてはですね、あのー、2017年7月に一応 ソーラー対策ループソーラー対策協議会というのが立ち上がりましてそれから湯沢地区の地区の対策協議会としてですねあその1年後の2018年に、えー、なりましたそこからが出てきてるんですけども先ほど申し上げましたようにこの計画というのは2014年からあ出てきてる計画でございましてそれに対して我々 大制教員会というのがですね、あの、体制教員会は2017年できましたけれども、2016年というのがですねこれ、ここから私が関わってきたんですけども、まあ、ここで関わったっていうのがですね、地区の役員を受けまして、その役員、区長という役員の中で、この問題が2 4年からあるということは分かってましたけど、あの、地区としてこういう問題ができたときに、それをどうするのかということで、 えーまあ、その時に考えた時にですねじゃあ区民の皆さんにこの計画が皆さんはどうなんだろうどう捉えてるんだろうっていうところから始めまして、えー、各組、えー、まあ,あの北大島区には6組あるんですけど6組の皆さんにそれぞれあの確認をしてもらった時にどの区も,もですねこの計画は区民としてはいらないということがあの。 きちんとあの出てきましたもんですからそうであればまあ区としてもですねこれをやはりそのまま流すわけにはいかないのできちんと協議会の組織を作ってやらなければいけないということで、えー、区会として立ち上げてきましてただじゃあメガセオラというものがどういうものかも知らないのでそこから勉強しなきゃいけないと。 ということで先ほどち野先生もおっしゃっていただきましたけれども11月にですね初めて区の主催でち、えー、野先生の講演会をしていただいてですねメガソーラーというものはどういうものでどういう問題点があったりとかですねそういったとこから入りましたそこからいろいろな活動が始まってきまして2017年でえー からですね、いろんな協議会を立ち上げてきて、えー、やってきましてその間にですねやっぱりこ,うこれがこの問題はどうなんだろうとかですねいろんなやはりあの対策協議会の事務局の中で全然、ね、いろいろやってきましたそれでその中ではやはりあの署名活動とかですねそういったこともじゃあやろうということで、えー、18年に入って署名活動 これもあの本当にあの、まあ、このお聞きシン住民に参加されている中で,でですね、参加されていただいた方もあると思いますけど本当に全国から署名をいただいて5万1000筆を超える最終的には署名をいただいたとでそれを茅、ま、野、あ、市、諏訪市で長野県の方に一応提出をしたと、まあ、そういったようなことが非常に大きな一つは。あの 流れにはなってきていると思います。で、またその間にですね。あの、自然環境に詳しいあの風間弁護士の講演だとかですね。そういった弁護士の先生のも勉強会、もしながらですね。いろんなことをやはりやらしてやってきております。で、また、あの先ほどの署名活動署名簿と一緒にですね。その この霧ヶ峰の地形がどうなってるんだろうというようなことに対してですねこれもまた信州大学のですね小坂先生の小坂意見書というものも大きな重要をあの要因だったと私は今も思っていますでこの先生の意見書をですね知事宛に出したりですねあるいは金沢大学の名誉教授の村上先生とかですねこういった人たちのやはりいろんな あの専門家の先生のご指,をご指示とかご支援をいただいて、ですねなんとかその計画としては乗り切ってきて、それに伴って、ですねいろんなあの行政機関にですね要望書とも出し続けたと、ですから実質この4年の活動の中で、いろんなことをやらせていただいたり、いろんな地域の方たちと連携を取ったりですね。 させていただいて、まあ今があるというふうに思ってます。で、またあの日本環境ジャーナリストの会の人とかとも懇談をしたりですね、いろいろ教えていただいたりしながらやはりこの4年間をやり切ったと。それでこれがあの。 最,最初もですね突然この新聞報道で出たんですけれども最後もやはり新聞報道で突然あの中止になったというようなことになってきてます。であのまあ我々活動の中ではですねこういったようなあの計画をこういったチラシをですね作ったりしながらこれをあの茅の市すわ市のところにポスティングをしたりあるいはアヨネザ地区の人たちには これを配布したりしながらです、ね、やってきたとで署名に数についてはあまあこれ5万ですけども約最終的には5万1000室を超えてるというふうなことですであの、まあ、これは本当都道府県でいきますとですね48都道府県から皆さんから本当にこういったような形であの署名あるいはネットでですねいただいたりして、えー、しました。 本当にこれにつきましてはですね、まあ、準備は大変だったんですけども、この結果につきましてはですね、非常に感謝を申し上げると思ってますし、このや、これが果たした役割ってのは非常に大きかったというふうに思います。で、また意見書もですね、いろんな意見書をいただいて、この1921件、あるい中でですね、の中でこの意見書、これはあの、 それとあと要望書、これもですね、行政に対して、茅野市、市議会、諏訪市、市議会、あるいは知事、環境省、経産省、農林水産省、すべてですね、あの18年からずっと出し続けてきました。いろんな課題があるたんびに出してきました。で、あの最終的にはですね、あの27件というこの要望書、陳情書、 含めてですね、えー、まあやらせていただきながらあ、訴えてきたというようなこともやらせていただきました。で、また、あのこの森というのはですね、これは開発地の中ですけれども、やはりこういうような、本当に自然豊かな場所です。で、でも、これから、じゃあどうすればいいのかというようなことを含めてですね、あの これがあの県庁に行った時、あの、要望書を出す時のあの写真ですけれども、まあこれもメディアの方に大きく取り上げていただいてですね、あの、非常にありがたかったというようなことの一つです。で、これからどうするかということも、まあ先ほども千野先生もおっしゃってましたけども、やはり山森林ということはですね、これから本当に どう保,護保全していけばいいかということは非常にあの大きな問題としてですね、まあ、私の住んでいるところもですね財産部というところでやはり管理してますけどもやはり高齢化という問題が出てきているのとあるあと山林のですねこれからの利用価値というものがですねやはり以前よりもだいぶ変わってきてますので本当にこれからどうすればいいのかということを考えながらですね思ってますけど。でも やはりこういう光景はですね、もうあの、あそこの霧ヶ峰、ね、一帯でですね、えー、作りたくはないですね。で、それをやはりこういったきちんとした自然環境を保護した中で、やはり子どもたち、次の子どもたちにやっぱ残していかなければいけないかなということだと思います。 で最終的にはですね6月の28日に一応こういう長野県からのあいの通知が突然出てきて、えー、終わったんですけどもまあこれが総理大臣協議会のお便りの第1号ですですからこういうことが始まってですねこれが一応お便りの最後なんですけどもまあ たくさん協議会の事務局の中でですね、やはりこういったようなあことが得意な方もいらっしゃいますし、しいろんな方がやっぱり事務局の中にはいまして、最終的にはあ止めることが、活動の中で止めることができたと。で、また、あのこれは一つですね、一つ出した要望書の中身なんですけども、まあ、私たちのこのユニザー5区というのと、あと、 この共産団体としてですね、まあ、あの千葉・鴨川の方たちあるいは伊豆高原の方たちとかですねあるいはあの実質的にあの支援をいただいたこの諏訪の先ほど名前が出てました「元気な人たちの会」とか「僕らーソーラー対策」あるいはこれはあの諏訪湖漁協と諏訪東部漁協これはあの横川川あるいは諏訪湖に関わる 漁業権を持っている人たちの組合ですそれとあと地元にある総合学会さんとかですねあともう一つはこれからの問題としてそれは林業士、GM 会この人たちにもいろいろお茶これから森はどうすればいいんだというようなことではですねいろいろご支援をいただいて、あのー、協賛をいただいてきたというような流れを作っております。 これが最終的に報道で出た6月19日にソーラー大祭協議会のソーラーの撤退の写真です。でじゃあこれからどうするかっていうことまあこれは行政の方からの意見なんですけどもまあ開発を早期に森林整備を進めとかですねそれは計画機の森林管理に関わるとかこれはあの諏訪市の方なんですけどもまあ こういったようなことで少しずつですね行政の方もまあこういったようなことでですねこれからの山林開発についてですねやはり積極的に支援をしてあそこの霧ヶの一帯をやはり守っていければなというふうに考えております。で今あの、まあ、私たちのの、会もですね、あの知見者の カビクワバラの人たちとも一応交流をしながらですね、本当にこれからどうすればいいんだろうっていうことを含めてですね、やっていかなければいけないかなと思います。まあ、最後にですね、本当にあのこういったあの報道の皆さんとかですね、えー、地元の新聞の皆さん、あるいは朝日新聞とか毎日新聞、そういった報道の皆さん、あるいはテレビ関係の皆さんとかですね、そういった人とですね、本当にやはり ご支援をいただきながらできたということが非常に大きな要因になっております。まあ、いずれにしても、あの、先ほどのあの、会長さんのお話じゃないですけども、やはり自然環境を守らないと、人間環境も良くならないということだと思います。それはもう本当に私たち、私も思ってますし、やっぱ共存。 していくことをかができる環境を整えることがやはりこれから本当に必要じゃないかなというふうに思いますちょっと雑白になりましたけれども以上でございますご清聴ありがとうございました続きまして第二部奈良県へぐり町メガソーラー計画をめぐる動きを始めますそれでは現在奈良県へぐり町で48ヘクタールのメガソーラー建設に 反対運動をされてお,りますおられます、ヘぐリのメガソーラーを考える会代表世話人須藤刑事様にご講演いただきます。演題はメガソーラーは自然破壊に値するかです。よろしくお願いいたします。ヘ、えー、ぐリ町なんですが、えー、近くにはですね、法隆寺なんかがあるようなあの古と奈良の雰囲気がある町なんですね。えー、大阪までだいいた 0分から30分ぐらいで大阪に行けるような意外と交通の便もよくてですね、えー、1万8000人ぐらいの町になっています。えー あのほとんどの方が大阪なんかにですねお勤めに出ておられて帰ってくるっていう生活をやってる方が多くて、まあ、最近は高齢化が進んでおうちにおられる方も多いんですが私もあの実はその中の一人でして。えー 去年のコロナの騒ぎがです、ね、始まるまではほとんど会社と家の往復だけの生活をや,やらせてもらってまして、えー、その中で、えー、メガソーラーの話題が出たあそんなことがあるのかなというぐらいのことだったんですが、えー、いろいろお話をすると非常に危険な中身をどうも聞くようになりましてです、ね、この運動に参加させていただいたんですね。 えー、こちらの事業なんですが、えー、と場所的にはこういう位置で、えー、こちらの事業っていうのは、えー、共栄ソーラーステーションっていう会社ですね、えー、完全なペーパーカンパニー、えー、当初我々何がそのどうなってるのかっていうのはほとんどさっぱりわからないところからスタートしてましておととし12月の住民説明会では 生駒、えー、ヘグリ発電という名前で、えー、インフラックスという会社が出てきてここが開発をやってるよ、えー、バックには、えー、ブラックロックとていう会社があるんだよ、えー、ブラックロックって何か聞いたことあるなというふうに私も思ってたんですが実は世界的なあの投資会社でして資産が何百兆というね えー、国家にお金を貸すぐらいの規模のバッグがついてるんだと、そんなところからス,スタートしましたんで、合同会社って何かなっていうことも分からずう、誰が一体経営してるのかなっていうことも全然分からんっていうところからスタートしましてですね、えー、その時点ではすでにもう森林開発の許可が出ていたという段階だったんですね。そこがスタートなんで えー、例えばフィット方法って何やろかっていうことやとか先ほど言いましたように会社の仕組みってどうなってるのかっていうのはほとんどメンバー全員がですねこれ誰か分かるっていうぐらいのところからのスタートでして本当に一からの勉強なんですねいまだに分からんことがたくさんあって、えー、運動をやっていく中でも,もう毎日勉強してるんですが落ち着かないっていうのが現状なんですねで、えー 大きさから言いますと、えー、48, 48ヘクタールで、えー、全国的には東京ドーム何個分になるんですか大阪なんで甲子園何個分ということになるんですが12.5個分という大きさですね多分ド,ドームもあんまり変わらんと思うんですがその大きさで,、えーとですねえー、パネルが6万枚なんで諏訪さんとは だいぶ大きさが違うと思いますがただしあのちっちゃいマなんで町の面積の2%がこれに当たるということになってます。えー、買い取り価格は先ほど皆さんおっしゃってるように FIT の2012年度の認定事業でして40円というふうに聞いてます。えー、その辺りも非常にわからないところで。 2012年度に取った事業がいまだに何もされてなくて、で、えー、40円っていうのはどういうことやろうっていうことも実は非常に大きな疑問でして、そのあたりからスタートしてるんですね。で、もともとはあのこの場所っていうのは30年ほど前に、えー、ゴルフブームですね、バブルの頃にゴルフ場が計画された土地でして、えー、その時にはですね、今よりももっとさらにあの住んでる方もお若くて、 えー、少年のの世代の方ですね子育て世代が多くて、えー、非常な盛り上がりでゴルフ場の建設を阻止したといういきさつがあったようですで。当時活動に参加された方はもう現在、えー、ほぼ後期,後期の高齢者のですね年齢に達してられる方が多くて会議やるのも一苦労ってこのネットで何かやろうかということになると本当にみんな苦労して。 わからんっていうことをずっと言いながらやってるんですが、えー、そんな風なメンバーでやらせてもらってます。で、あのこの今画面で見ていただいてるすぐ右下に、えー、ちっちゃい絵があるんですがここに、えー、計画地ですね。えー、一見ちょっとわかりにくいんですがここにつばき台住宅地っていうのはございます。470戸。 ですね、でこちら緑ヶ丘住宅地850個ほどありますほぼこの2つの住宅地がすっぽり入るような大きさでしてまず住民の方がそれにびっくりしたっていうのが現実なんですねでこの中にちっちゃい赤の枠があるんですが、えー、オレンジの枠だとかあるんですこれ土石流だとか休憩者の、えー、危険区域レッドゾーンなんですね、えー、現地から椿台の この住宅地までですね、ここまでが大体900メーターぐらいの位置になるんですね、そういうところに計画されたということで、で事業者なんですが、あの先ほど言いましたように共栄ソーラー株式会社という名前になってるんですが、これはですね去年の1月、2月、3月頃に初めて聞く名前で、それまでは我々全然それがわからなかったんですね。で 2020年の2月に共栄ソーラーステーションという名前で我々に回答が来たと。どんな仕組みであんたたちをやってるのということになったときに初めてこの回答が来たんですが、アセットマネジメントっていう言葉を書いてるんですが、要は事業を実際にやるところなんですね。あの共栄ソーラーだとかイコマヘグリ発電というのはすべて、えー、ペーパーカンパニー、受け皿で 銀行だとか投資家のお金を預かる名目上の会社なんですね。実際にはそうじゃなくて、えー、例えば、えー、この当時ですとインフラックスっていう会社が当たってたということなんですね。えー、ここがどういう形で開発するか、パネルをどう並べるのか、開発をどうするのかですね、ということをやっていたと。で我々初めてこの時点で聞いたわけなんですね。でじゃあ 事業者は一体どんなふうに2012年度から進めてきたのかということなんですが、うこれも,はもう本当に初め分からなくて、えー、いろいろメンバーが調べていったら、だん,だん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 姿が分かってきたということでして、一番スタートが2013年の3月13日にフィットの認定がされていますで。これ残念ながら誰がどういうふうに取得したのかというのはいまだに分からないです。えー、その後、5月29日に、 初めて白星商事っていう、うん、博多の会社がですね、えー、岡野隆一さんっていう方が社長でこの方がどうもこの、うん、フィットの権利を持ってられる方だというのが分かったんですがただし会社としては9月14日2016年ですね9月14日に生駒ヘグリン発電というのはできてるその後この丸にですね,、えーっとですねえー こ,こ,ですね、この丸この時点で2017年ですね、ここで7月に今度、社長が岡野隆一っていう人から、えー、大山健徳さん、なんて読むのかわからない、健徳さんっていう方に代わってます。で、後でこちら説明するんですが、土地を取得してるのはこの時なんですね。で、18年に、えー、翌年に今度は星野敦っていう方が社長に就任したと。 その後ずっと一気に開発云々なんかを事務手続きを進めて、町との協定を結んだりですね、そういうことをやった後、えー、2020年の1月20日に共栄ソーラーっていうところへ、会社分割という形で生駒へぐり発電っていうのから名称が変わって、初めて共栄ソーラーっていう名前になってるんですね。でこの ④ の 阿国正樹っていう方なんですが、この方は東京のお青山総合会計事務所という社員が100人以上の規模の会計処理会社ですね。ここの社長が今現在、共、え、栄、ー、ソーラーという名前のペーパーカンパニーの社長ということになっています。現在 どんな状況かといいますと2021年の今年の2月の中旬から伐採が進められてきています。で現在あの別の事件があって今ストップしてるんですが我々これ非常に不思議に思ったのは2012年に事業を認定してですねでその後とずっと 今現在もまだ伐採をやっただけで、発電なんかもちろんやってないですね。去年の段階ではまた全然そういうことも何もやってないという段階で、えー、事業が始まってもいないのに、もう4人も社長が変わってるんですね。いろいろ調べると、結局どうもそのフィットの権利をですね、やり取りしたと。誰かが売って、誰かが儲けたんだというふうな図式だと思うんですね。えー 先ほどのこの、えー、メンバーで、えー、星野敦だとかあジュアン・パブロ・アルバンとかあ小栗正樹やとか笹,、えー、笹尾さんとかっていう名前が出てくるんですが、えー、最終的に行き着くところがですね事業者名共栄ソーラー,かあー合同会社、えー、っていう名前になってるんですが現在アセットマネジメントっていうのはパシフィックソーラーっていう会社になってます。 でここは清井町、東京、ですね東京千代田区にある会社で、実はここの中にです、ね、笹尾拓郎という方がおって、この方がパシックソーラーの責任者ということになっているんですが、えー、事業者としては同じ会社、えー、こちらの緑の枠の中に書いているんですが、えー、アンフィニティという会社が、これ、スペイン・マドリッドの会社のようです。 でこの会社の日本法人がですねこの同じ事務所にあって、ジュアン・アルバンさんと笹尾拓郎さんというのはここの会社の役員というふうにネットでも紹介されています。他のところを見ると、えー、アンフィニティはエバーストリームというアメリカの会社の子会社やということで、えー 多分あの普通に調べただけではこういう名前になかなか行き着かないです、えー。調べて調べて2年ほどかかってやっとここまで探し当てたということで、えー、ただし一切これ表に出てない会社なんですね、すべて裏で動いてる会社やというふうに思います。えー、これはあの最近今年に入って3月後半から出てきたことなんですが、これは一つの参考としてお出ししたんですが、 先ほどから申し上げてます、星野敦さんっていう方がですね、えー、横浜の太陽光発電関連会社、テクノシステムというところの最高顧問というふうに紹介されてまして、まあ、これネットの情報なんで、偽造されてるものなのか、本物なのかですね、なかなかあの十分我々では検証できないんですが、 えー、ここが金融機関から資金をだまし取ったということで東京地検から家宅、えーえー、捜査を受けたという会社なんですね。で、えー、初めてお聞きになられる皆さんがなかなかこれだけで。 イメージがわからないどんな電柱なんだっていうことになるかと思うんですがあのほとんどお金を動かするだけでですね実際にその発電をどうするだとかっていうことに関して一切関わっていない人たちがキャッチボールしながら事業を進めて。 え40円の権利をまた持続して維持しているのでその権利をいかに確保するのかということでみんな動いているんですね。あの我々とは一切接点がないし住民のために云々というのは一切ないということだけはもう間違いないことなんですね。でその権利を先ほどあの先生のご説明でもあったと思うんですがその権利を獲得して、えー、事業化してという期限がどんどん迫っている。 その中で、焦っててて仕事をしてるという,ふうに私らは感じてますでそういうバックがありましてね、開発計画っていうのはもう全て住民無視っていう、もうこの一言で全てが表せるような今状態なんですね。これは一つの例なんですが、えー、事業者の方があのネットなんかでもいろいろ調べますとね、 えー、メガソーラーの事業者何をポイントにして、えー、やってるのかというところで紹介されるんですが1つはヒットの認定でこれがないともちろん商売にならないですねで2番目に送電線のですね、えー、送り方発電した電気を電力会社にどうつなぐのかというところではあもうほとんどのところで送電線をう導だとか指導だとかですねそういうところに埋設をして送っていってるっていうふうに 聞いてますヘグリ町の場合ですと、えー、画面の左側にあるんですが、へ,がへぐリ町の道路専用の申請用紙というのがございまして、この中にちょっと小さいんですが、えー、添付書類としてですね通行止めの場合は同意書、迂か路をつけなさいというふうになっているんですね。ところが、共栄ソーラーが出してきたやつには通行止めとは書いてるんですが、えー、住民の同意は 添付されていませんでしたこれに関しては事業者は他の準備説明会の場でも同意書がないのは分かっていましたと不備だということは分かっていたけれど町に出したら町が、えー、許可をくれたんだという言い方をしています。えー、これに関しましてはねどういうことを考えてやってるのかちょっと字は小さいんですが。 えー、自衛船ルートの選定の考え方って、彼らこれ、出してきたんですが、建設コストのです、ね、低減だとか、送電ロスの低減、結局、短距離になるということを最大のやっぱり目的にしてるんですね。で、町の方はどう,どう言ってるかっていうと、ルートは事業者が検討して決めたんだと、町はそれを認める必要があったんだと。 義務専用だから認めましたというだけのことなんですね。本来ですと道路管理者として、えー、この道しかないのか、この道に余地がないのかというふうなことを本来は、えー、審査する必要があるんですね。えー、余地っていうのは道路の外に空くスペースがあるのかどうかということで分かりやすい例で言いますと道路の車道にです、ね、電柱を立てる。 っていうそういうシーンよく狭い道で見かけますよね。えー、交こをつしにくい、電柱が邪魔でちょっと止まって待ってないとダメよっていうふうなとこがあるんですが、この場合はほとんど道の横がすぐに家が建ってるとかっていうところでは 電柱やっぱりてれないですねで。そういうところどうしても送電をする必要があるっていう際には道路の車道に電柱を立てることが認められるんですね。で、ただし片側にずっと通しなさいよっていうふうなことやとか条件が決まってます。で基本的に道路の外に余地があるかないかということでいくと道路の外私の家もそうなんですが。 家の前に庭があって道路があるんですがその間に電柱が実は立ってるんですね年間数百円だったかなんか土地代はもらってるようですが、えー、要は道路の外に余地がある私の家の庭があるということでそこに関西電力は電柱を立てなさいっていうふうになってましてそういう意味での余地なんですねっていうことからいきますと今回ルートの設定でこの水色の線なんですが 非常に狭い昔からの道なんですねでこの道にこういうケーブルを埋設しようとするとどうしても通行止めをしないといかん。で通行止めをするにあたっては先ほど。 ありましたようにこういう同意書をですね添付しなさいっていう風なルールを作っているにもかかわらずなしで許可をしてるんですねで多分これは2020年の3月のフィットの,あの事業の価格の維持のために必要だったんだろうって私は思ってるんですがそういうことでどうも行政もですね分かりながら許可を出した同意書なしっていうことでいやいや法律上問題ないんだという言い方をしてるんですが 出して、今現在ですねそれを盛んに取ろうと業者は動いているようですが実はこんな道をですね、通行止めにする時に使おうとしたんですねあの普通にちょっと景色でですねあの勾配だとか幅なんか分かりにくいんですが、まあ、横に建物がちょっと映ったりしてるんで自転車で上がれる方が多分いないと思います。あの 徒歩で上がる場合でも、お年寄りの方はやっぱりしんどいと思います。これだけ狭い道を業者は迂回路として言ってきたんですね。現在はその迂回路、もちろんこれ住民からソース感食らいましてですね、無理でしたとで。なんでこんなことを出してきたのかっていうと、実はあの私なんかも見たんですが Google、Google の地図なんかで見るとですね、ここがね、道路に表示されてしまうんですね。でそれをそのまま うん、迂回路と現地も見ずに決めたようなんですね。挙句の果てに提案を取り下げたということで、今これは止まった状態なんです。で、これに関しましては、えー、ここで出てます西向井地区だとか、えー、フローラルだとか、 えー、秀原とかっていういろんな地区があるんですが今現在最低3カ所以上はご同意をしていないという形で止まった状態になってるんですね。で先ほどちょっと申し上げたんですがこの太陽光の事業を進めてる連中っていうのはこの1つは送電線をどう通すか ということで、その埋設ということをほとんどやってまして、そのための許可を取るんだっていうのが、フィット法の認定と、送電線の埋設の許可とで、これが大きなやっぱり2点、でもう1つはもちろん、うん、臨時開発の許可、でこの3点がないと事業は進まんというふうに彼らは言うてますで。今説明しましたのは道路の埋設の件なんですが、 え次に問題になったのが、今回、放流水路の件でですねえ大きな問題が発生してまして、従来ですと、もともとの計画では、ちょっと見にくくてすみませんが、1号調整池というのがありまして、2号調整池、3号調整池、実は4号がここにあるんですが、これがなかったんですね。 1>, で1号、2号、3号からこちらの北のルートだったのを、今年の2月にです、ね、変更して、えー、4号域を追加して作ってです、ねで、3号、4号の水を今までのルートでなかった南側の変更ルートを通して、半分はこちらに通すというふうに変更しました。 でこれ当然、臨地開発の大きな中身ですので、今現在、この変更ですね、えー、県に申請をしている途中なんですね。で、実は今、計画されている元の水路もそうなんですが、特に今回の,の計画ですと、ちょっとね、写真でイメージ使いにくいかもしれないんですが、えー、現地、 えー、見ていただいたらこの辺りよくお分かりだと思うんですが子どもがメダカをすくったりとか田んぼの横でおたまじゃくしを取ったりとかっていうそんなレベルの水路です。でこの水路にですねピークの時に1日1時間あたり2万トンの水が流れるいう計画になるんですね。 この水路を見ていただいてもわかるんですが、次の写真、これ、先ほどの椿台住宅地というところなんですが、えー、ここでもこの水路が、この民家に突き当たってますで。突き当たって90度折れ曲がって、えー、滝のような形で横を通って、お家の裏を通ると。っていうふうな計画になってるんですね。 えー、ここの場所どうなってるかっていうと、ここは計画地なんですが、この川がこの勾配でですね、16度ぐらい、かなり急な勾配、実はありまして、この水路を通って、この勾配で水が流れてきますので、もし、えー、大雨が降ったりとか、ダック水が流れた土石流が流れ出したっていうと、土石流の場合ですと、わずか1分足らずで住宅地に到達すると。 いう計画になっているんで、すねであのこれが業者が出してきた、えー、その水路の流れる能力を流下能力っていう言葉で書いてますが流れる量をですね計算してる表なんですね。で、K1、K2、K3 とかっていって書いてるのが川の中のポイントなんですね。こののの先ほどの地図の ずっとこの辺りにポイントとして番号が振られてましてその中のこれポイント当然ですから自然の勾配ですからこんなふうに凸凹がありますので、えー、場所によっては勾配が変わってきます、えー、なのにすべて180パーミルっていう1000分の1でこれ表記されてるんですが18%のことなんですねで18%ですからあの車は 12%までなんです。12%を超えると道路としては使用できません。車が登っていけないっていう勾配ですね。18%ですから、スキー以上の初級コースぐらいの勾配になるんですね。すべて一緒の勾配で、18度の勾配っていうのはありえない勾配になってるんですねで。それによって初めて計画の最大の雨水が流せるんですよという、そんな計算になってます。で、これに関しては、 今現在、県のですね森林課に申し入れをしまして、こんなめちゃな計画はないということで、根拠を出せということで、今現在、交渉中なんですね。こんなことで、でわれわれとしても非常にその納得がいかない部分、特に安全面で、全く住民が無視された状態。 えー、先ほどの送電線の方でも一切説明もですねこんな風な道を通るだとかっていう風な、ね、ことでですね、えー、全く我々の意見を聞いていないし、えー、中身も,も本当にその単につじつま合わせをやっただけで、えー、迂回路の,にのし県にしましても水路にしましても 計算上だけで流れますよということになってまして、実際にはとてもとてもそんな流れるような水路じゃないんですね。で、ここにもしこの上流に今回メガソーラーができてしまって、本当に大雨が降ってしまうとですね、この水路絶対持たないです。大災害発生するの間違いないんですね。で、今回事業者っていうのはちょっとあの資料がないんですが、 1>, 1日295ミリの雨が降るっていうのは奈良県の臨時開発の技術基準がありまして、それに基づいてやってるんですと言ってますけど、我々が調査しましたら、この現場から北に3キロほどに生駒山っていう有名な山あるんですが、ここでは325ミリっていう1日のです、ね、大雨が降ってる経験、えー、実績があるんですね。 でこの南の10キロぐらいですか、あのー、もう1箇所のアメダスの測点でもやっぱり300ミリの雨が降ってるいうことで、なんでこの中間になる部分が195で OK なのかっていうことも、われわれとしては納得できてません。195を超えて、えー、それ以上の雨が降りますとね、えー、先ほど、あのー、柴田さんおっしゃってたように、長、え、生、ー、池が、 機能しないんですね。満タンになってしまうと、そのままオーバーフローして溢れ出てしまう。えー、バケツに水をちょろちょろ溜めてるやつが、どっと雨が降ったら、バケツから溢れて流れ出るという形になるんですね。で、普段はバケツの横にちっちゃなが穴が開いてましてね、それからちょろちょろ水が出る。 満タンなる前に水を入れるのを止めると、そのちょろちょろの水がずっと流れ出していって、えー、それで、えー、空っぽになっちゃうよで、また雨が降ってもまた受け入れるよっていうのは調整池の役割なんですが、今回のやつで見ますと、195ミリ以上降ってしまうとですね、バケツから溢れる形になりまして、1時間100ミリの雨が降りますと、お 50万平米っていう大きさになるんで、水の量が5万トン。北側、南側の水路ですね、半分ずつとしますと、2万5千トンの水があふれ出るということになります。1時間なんですね。そういう計算なんですね。でまあ、もう一つ、これ、あの水路の件に関してなんですがあの、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですがあの、この水色のスペースですね、ここに農地があって、 ここに水を供給したいということで、調整池を作って水路を変えたんだっていうのが、えー、事業者の説明で、町もそういうふうに説明をしてます。でところが、調整池っていうのは、今申し上げたように、洪水を調整する池でして、水を貯めるところではありませんのでね、水を貯めるのは、た、え、め、ー、池。 っていうふうな名前もちろんなりまして、渇水の時に水があって初めて役に立つっていうのが、考えー、灌漑用水の考え方、これも素人が考えても分かるところでして、えー、その目的、この水,水色の農地のために水が欲しいから調整器を作りました、1、えー、箇所増やしましたっていうのは、実は説明になってないんですね。でそれを県の 林地、えー、森林整備課がそのまま認めて町の方に意見愚疹をしてきたっていうのは今現在の状態なんですね。っていうことであの理由にもなっていない初めにルートにもなっていないおまけにこの下には大きな住宅地があるにもかかわらずそこをですねわずか1分ぐらいの距離で水を流すんだと。でこれを、ね、やっっぱり認めるっていうわけには 我々いかないと思ってます。えー、ということで、あのー、特にこれからの戦いになってですね、これはあのー、先ほど柴田さんなんかのお話で非常に私も参考になったんですが、もっともっとですね幅広くいろんな形の運動をしてですね力ももっともっといろんなところから応援いただいて、えー、やっていきたいというふうに思ってます。特にあの意見書をですね たくさん数を出されたっていうのを私聞きまして、非常にいい活動だなと思いまして、そういうことも合わせてですね、えー、やっていきたいなと思います。今現在、我々150名の会員と、あと、この間裁、えー、裁判で原告として委任状をいただいた方が2200名ほどおられまして、その方とですね、から、えー 弁護士さんのほうもあの6名の方が今、弁護団を組織していただいてまして、えー、技術的にはあのなかなかね、我々あの応援いただけてないんですが、現在、あの国土問題研究所っていう、巨大のね、えー、奥西先生っていうところで、えー、主催されてる研究所の方の応援をいただいて、えー、今、研究を始めてるところです。 で今後、行政との交渉で、えー、先ほどのちょうど埋設の阻止と、ですね、えー、臨時開発の取り消しを求めるということを、まあ、対外的な行政との交渉では中心にして、えー、裁判の方と並行してですね、戦っていきたいなと思ってます。以上です、ありがとうございました奈良県へぐり町以外でも、えー、全国規模でメガソーラー開発は進められております。 最後に、静岡県、湖南町、長崎県、福島、そして宮城県、丸森町で今、開発を止めようと動かれている方々のお話をお聞き,お聞きください。えー、皆様こんにちは。私は、福島の生活を守る会の代表をしております、佐々木上英と申します。福、えー、島は、長崎県佐世保市、 後藤列島のの最北端の島です私たちは数年前よりここ、宇久島で行われている新エネルギー事業の成り行きに不安を感じ、昨年8月に宇久島の生活を守る会という住民、えー、地元住民の会を発足いたしました。宇久島の新エネルギー事業の現在の概要を簡単に説明します。宇久島未来エネルギー合同会社。 メガソーラー発電事業事業費2,000億円事業面積浮島の4分の1にあたる720ヘクタール出力480メガワット完成したら現在国内2位の約2倍日本一の規模です発電能力17万3,000世帯分事業期間35年事業にかかる県と市の税収 年数十億円。宇久島風力発電所。陸上風力発電事業。規模100メガワット。完成したら国内第2位。高さ150メートルを超す陸上設置型最大級の風車を31機設置予定。事業期間20年。発電能力5万から6万世帯分。売電売上。 年25億円程度皆さんはとと聞いいて計画の異常さが分かると思います一番身近な行政である佐世保市は「行政は民間事業に関われない」の一点張りで専門家や研究者を含めた検討会や協議会などを設置することもせず膨大な電畑の農申地除外農地転用を認め 市が所有する土地の目的外利用など事業者の求めるままに許認可をしこの事業で得る数十億円の税収は当然のごとく持っていくのですこれまで何度もこの現状を訴えましたが市の担当者に文句があるなら裁判でも何でもしたらどうですかと言われる始末です私たちのような一住民がこのような問題に向き合い 行動を起こすここすす。ととは非常に困難なことです専門家でもなければ能力に乏しく仕事や家事など普段の生活を維持しながら問題を調査したり意見を求めたりまたどんな活動にも自ら費用や時間を捻出しなければなりません。私たたたちちのように活動する者たちを、ただ、 不満があって文句を言っているクレーマーと思ってほしくありません。本来行政や議員が地域住民のために行うべきことを正しく行っていないことに端を発していると思います。私たちはこの国の未来のため現在の状況には問題があると提言し続けなければならないと思います。声を上げることによって少しでも報道され、 公の目に触れる機会を増やし知る機会を増やすことでようやく関心を持,て持ってくれる人が徐々に増えてくると思います。国民一人一人の意識が変わればより大きな世論としてこの問題に関心が集まり最終的には政府がようやく本気で地球温暖化対策持続可能な社会の実現に取り組み私たちの意見に耳を傾ける。 ことになることを願っていますそれまで地道な発信を続けていくことが重要だと思いますありがとうございました皆さんこんにちは神奈美町メガソーラーを考える会共同代表をさせていただいています山口と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまず皆様方神奈町 どこにあるかご存知でしょうか神奈美町は静岡県伊豆,伊豆半島ですね伊豆半島のちょうどこの真ん中あたりになりますここはですねとても風光明媚なところで富士山を望めてとても自然豊かな場所です私は実は8年前に大阪から移住してまいりましたそれから今から2年前 地元の方から実はその函南町の山で65ヘクタールにわたる大規模なメガソーラー計画が今進んでいるということを知らされましたでその場所はこれ見る角度を書いたんですけどもこの丹那盆地というこの盆地の周りには小学校や幼稚園それに集落がたくさん存在します。その真上に 大規模なメガソーラーを建設すると。そこで何が問題かと言いますと、この山は。えー、火山灰の、地質なんですね。ですから、昔から雨が降るとですね、土石流とか、そういったことがとても発生して。まあ、過去被害を、が、出たところでもあります。まあ、それは静岡県の。 ハザードマップでで明らかなんですねその建設予定地の大半はこのように土石流危険渓流とまた休憩車地など地滑り土砂災害の恐れの高いところですよということが公表されておりますまた国土地理院の地図においてもこのように活断層が複数存在するということが見て取れるところです過去において やはり台風19号によってこの建設現場の近くにあるメガソーラー1.3メガ程度ですけれどもやはりのり崩壊を起こしてこの直下があもう少しで大きな被害を受けるような状況も発生しましたこれは複数この周辺のメガソーラーでも発生しているところです えこれは下から撮った写真ですけれども上の方に調整値が見えますけど垂直に切れ落ちたまあこのような状況ですまあ私たちはこのえ極めて危険なこのメガソーラー建設には反対をえするという姿勢で2年間取り組んでまいりましたえ伊東市の方々のいろんなご指導やえ情報提供により私たちは何とかこの2年間 取り組んでくることができましたまあ今後は全国の皆様方と情報を共有しながらより的確にこの目的が達成できるように頑張ってまいりたいと思いますのでどうぞごご協力ご指導よろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたえ皆さんこんにちはこちらは宮城県丸森町 えー、そちらの高野地区というところです、えー、私は吉高光と申します、えー、高野の自然と未来を考える会に所属しましてそちらでメガソーラーの反対運動をやっておりますそれでは丸森町と高野地区について紹介させていただきます私たちは宮城県丸森町の高野地区というところでメガソーラー建設反対運動をしている 荒野の自然と未来を考える会です。丸森町は宮城県の最南端にあり、その中の高野地区は丸森町の西の端に位置しています。高野地区は人口約700人、2 0数十個余りのとても小さな地区ですが、山と川に囲まれたとても自然が美しいところです。高野地区はほぼ全世帯が生活用水を井戸に頼る生活をしています。 水を蓄えてくれる森林は、この地区の住民の命の源なのです。そこに突然持ち上がったメガソーラー計画は、115ヘクタールと東京ドーム25個分の途方もないものでした、森林伐採、大規模造成を伴います。丸森町は、2019年の台風19号で大きな被害を受けた町です。死者、行方不明者11名と、 単独自治体では全国で最悪の被害を受けています。高野地区でも台風の犠牲になった方がおり、家を失った方、田んぼや畑を失った方もたくさんいらっしゃいます。高野地区では土砂が堆積したままの田んぼや畑、路肩が崩落したままの道路も多数点在し、まだまだ災害からの復旧の途上なのです。ほとんどの住宅地は裏に山林があります。山林がなくなることは、 住民の命が今以上にさらに危険にさらされることになるのです。また、地下水を蓄えてくれる山林は、井戸水で生活する地域の命の源なのです。我々は地域住民の命を守るため、生活を守るため、この無謀なメガソーラー計画の反対運動を続けています。しかし、先日宮城県森林審議会は驚くべき決定をしました。このメガソーラー計画に異議なし。 計画を認めるというのです。住民の生命は無視されたのです。大切な森林を守ること。それは住民の命を守ることです。我々はこのメガソーラー計画に反対していきます。我々の活動はご覧のフェイスブックページ、高野地区メガソーラー計画問題で見ることができます。検索は、アットマーク、野の森ですることができます。 ぜひ、我々とともに日本全国に展開されている住民の生活無視のメガソーラー計画に反対していきましょう。先ほど静岡県神南町の名前を言い間違えておりました。大変申し訳ございません。若い世代としましては、私たちの引き継いでいく自然が最初から化学物質だらけというのは、えー、腑に落ちません。将来安全な水を得るために、えー、今必死で戦うと同時にこの無茶な計画が、 起きないよう問題の根本から考えていかなければいけないと今回思いましたこれにて一度第2回熊森オンラインシンポジウムを終了とさせていただきます